16年前、仮面の男によってキュービが解放され、父ちゃんと母ちゃんは佐藤、そして俺を守って死んだ。キュービは今も俺の中に封印されている。渦巻きナルト、お前のキュービを奪う。そこは仮面の男が全てを作り変えた世界。俺が自分の里にいちゃ悪いのか。ぶっ殺す。そしてナルトの前に現れたのは父ちゃん、母ちゃん、ナルト。純粋な己の欲望にこそ人は抗いようもなく囚われる。ずっとこうしたかった。夢だったんだ。おかえり。ただいま。愛は人を最も弱くする。誰が求めたの。16年ぶりの光景だ。ようやくお前のキュービが手に入る。子供を守るのが親の役目だ。なら親を超えるのが俺の役目だろ。仲間、家族、絆を絶対に守るってばよ。ロードトゥニンジャ、ナルト・ザ・ムービー。